はい、こんばんは。まこついちこ、斉藤さんいらっしゃい。一ゲットありがとう。二個目さんいらっしゃい。わこさはら三個目さんいらっしゃい。ちひろさんいらっしゃい。シダゴンさんいらっしゃい。あきさんいらっしゃい。物欲さんいらっしゃい。うん、夜だよ。もう真っ暗ですが。世間は。ライズさんいらっしゃい。スリッパ取られた。なんか心はね、私のスリッパの上にネタがあるんですよ。足が寒い。9個目さんいらっしゃい。ちょっと待ってね。よいしょ。和骨百式さんいらっしゃい。ニェロさんいらっしゃい。だいぶ進んだみたいで、そうだね、後半に差し掛かったみたい。もうだって94枠目だもんね。結構久しぶりだね、こんなにボリュームのある RPG 枠は。ウィンドさんいらっしゃい。ノリトペさんいらっしゃい。ヒヨクさんいらっしゃい。マカベ出てたね。個人的意見ですが、マカベはテレビに出すぎだと思います。ヒールの面影がありません。スハランツ、16個目さんいらっしゃい。元さんいらっしゃい。山犬さんいらっしゃい。ありがとう。チャルさんいらっしゃい。マットさんいらっしゃい。猫は人が歩くと足を追いかけるけど、動くのにあの、まあ目線がね、ちょうど足だもんね。衝撃的な髪型のキャラというアンケートがあったらしい。なんだろう。衝撃的な髪型のキャラ、今パッと思い浮かんだのはベニマルなんですけど、あれもできるっちゃできるもんな。さあ、あ、なんかいた、なんかいるな。あ、いよりか。そうだね、ベニマルよりいよりだな。今日も元気に女帝さんいらっしゃい。あ、音聞こえなかった。ウィンドさんいらっしゃい。マカベ出てたね。畑の話をしている。あ、ポロナリフはランクインしてた。まあ似たようなもんだね。敵か、やっぱり。コークさんいらっしゃい。ベニマルっていうね、キングオブファイターズっていう格ゲーのキャラなんですけど、ナルシストの髪がね、立ってる。バコーツいらっしゃい。そうだね、なんか見覚えがあります。もしかしてイカちゃんとか来たりする。なんかいっぱい首があるじゃん。ヘルバーナをしとく。ヘルバーナだって。どうしようかな。熱血投げだ。そうだ、熱血投げを使ってみよう。我ガイアと共にある。ロコンさんいらっしゃい。格ゲーやってほしい。あのね、今まで 2回ぐらい KOF 枠を取ったことがあるんですけど、みんなぼーっとしてたな。バンフレア。燃え盛る炎よ。96か。私一番やったのは98、99だな。こっちガードイン直伝はワコン。うん、まだまだ。おお、すごい。すげえすげえ。1個首が飛んだかな。ワコツレアンス45個目さんいらっしゃい。トクチャさんいらっしゃい。ソラさんいらっしゃい。49個目さんいらっしゃい。燃えたろ。今日も間に合ったぞ。じゃあガドイン直伝、ぜひ単発でも。かなり昔だもんね。95の理不尽さが癖になる。あ、96はコマンド入力が難しめ。タスケさんいらっしゃい。
フィーナは、風邪だったな。たまにはムーニャしてみるか。寝ないだろうけど。うん、懐かしいね。ボソンパレードかな。95ってチャンがボタン連打で勝てるんじゃない。私チャン嫌い、チョイも嫌い。ラップ、ちょっと熱血投げしよう。ずっと今作りだ、ほら。単幹棒で、超幹棒で苦しいけど見ます。超幹棒。あ、コピーピーいらっしゃい、こんばんは。大丈夫？酒の飲みすぎかな。超幹棒。ウイルス系かな。吐きそう。せめて横になってみるんだよ。そして私の迷子で酔うんですね。わかります。おろろろろろ。フィーナはつい火を使っちゃうな。火は封印するとして、あ、でも別にいいのか。火を使ってみようか。風よ、渦巻く力に。あー、ランナーをしとく。今ランナーか。なんかドロップしましたね。酔わせる前提。サガンの前がまだレベル SS ぐらいでマシな。レベル SS? 超幹部は中国地方しか適用しない。超幹部。初見さんいらっしゃい。サタン版で遊んだ？これね、プレステ版ですね。ラップちゃん、ラップちゃん。なくなったな。じゃあディスカッターで。お大事にね。あ、感染性胃腸炎だった。マコ、しこまりに来ました。いらっしゃい。しこしこ。いいな。薬で治るの？点滴とかかな？病院って。やっぱりあんまり強くないね。レベル1だし。お腹に来る風みたいな。へぇ。方言わかんなかった。長官棒。斧のレベルアップ。ラップは、じゃあちょっとディガン。フィーナ。ヒューナ。体持ち上がらない。あ、県民ショーでやってた。さっきちょっと見てた。なんか琉球なんだっけ、もう忘れた。なんかお刺身のお醤油あえみたいな料理が大分だったかな、あるんだって。なんかお刺身食べたくなっちゃった。雷鳴拳使えない。天雷、竜雷。ああ、島根だけかも。私初めて聞いた。まあそんなに病気に詳しくないんで、私が知らないだけかもしれない。コナンに似てるね。明らきさんいらっしゃい。そうだね、今日リエデ殿に会えるかもしれない。ぐるぐるの2件の声だね。お、胃袋が落ちました。やったぜ、大勝利。黄泉の復活薬、復活薬、紺碧の薬、いいね。いいものをたくさん落とした。GG トーカめっちゃ笑った。何それ、いらっしゃい。 GG トーカあれに乗るのかな。あ、
降りれたわ。降りれた。お金。寿司食いね。ジャスちょうど200だ。キリがいいね。なんかある？ん？これにさらわれる。さらわれる。これに乗るのかな？釣ってくれ。キャトられたい。どこどこ？シュンさんいらっしゃい。まだ迷子じゃないよ。行き詰まってるだけだ。乗せて。あいつにはどう乗るんだ？行けないな。ピロンピロン。行き詰まることを迷子っていうの？いや、同じ場所をぐるぐるするのが私の中で迷子。これかな？あ、これだわ。はーい、行きます。なんだろうと思ってスルーしてた。これはなんだ？放浴人の慣れの果てじゃないよね。お、いるいる。あ、最近見た人だ。最近見た人。これが冒険だから。いらっしゃい。武器いっぱい持ってるのにあんまりくれない人だ。ボスオンパレードだね。ガンガン行こうか。マズンさんいらっしゃい。砂漠っていうかね、ここアレントだよ。空中庭園です。あ、本体にしなかった。ん？なんだ？今の何？ピーナの周りをぐるぐる回って汗汗してた。初めて見た。ジャスどうしたんだろう。ガンガン行こうぜ。お掃除ロボだったんかな。あ、目標に届かなかった。そっか、目の前に見えたんだが。後ろだからってことか。周りも食らってる、なぜか。位置取りが悪かった。 うん、宇宙っぽかったかな。用心棒も来るかも。え？チェン先生来る？チャン先生だっけ？言われてたね、ギルガメッシュみたい。ブイスララッシュで行くか。ギャオーン。俺はギルに見えた。ギル。先生みたいなのに2回。
2回全滅させられたからな。ディガンで防御を最大まで上げて弱い魔法で経験値を上げるという作業もできる。こちら側の防御をたくさん上げて弱い魔法で上がるの？初期を覚えた。よし、これで水と風が上がりやすくなるんだね。よしよし。ナムさんさんいらっしゃい、こんばんは。ガイア君見習ってほら。燃え尽きろ。あ、弱い魔法でちまちまと回数を重ねる。うんうん。あと1377。完全に稼ぎ要因ですね。竜神剣みたいな属性付き合わせるとスキル経験値ががっぽり入る。一緒に入るんだってね、武器も。竜神剣は土と火が上がるのかな。あ、これフィーナか。よし、シャキアイ行こう。アンさんいらっしゃい。そうだね、バトル時間がむちゃくちゃ長くなる。のんびりダラダラだな。ズンデよ。氷結の力よ。カキーン。大爆発だ。質より量、そうだね。マグマだ。ハンマーショット。ラップ。ジャス。大爆発だ。で、フィーナ、たまには回復するか。ミケロマン、これで大丈夫よ。敵によるけど属性付き技で経験値96もらえたりする。なんか未開の森かなんかすごく美味しかったんだよね。あんまり大爆発じゃなかった。科学戦隊ダイナマン、なんじゃそれ。ダイナマン、ダイナマン。もういけるかな。しかし弱いボスだな。お、何か落としましたよ。あれはムチかな。天王の鞭だって。これはレア泥ですか。確定泥ですか。ハンマーショットしかできんのかい。あの人ブーメランも投げてきたはずなんだけど。爆破がやばすぎる作品。フィーナタンは今戒めの鞭。下がりえないかい。下がりますわ。あいつ雑魚やったな。連れてって、連れてって。あれ？ここは関係ないの？じゃあ方向的にこっちかな？うわぁ。ジョナサンいらっしゃい。トド・アレントだよ、いらっしゃい。リエテタに会うのです。この人もいましたね。帝王なのに。源流。
SP 回復の持ってきてないか。ガツガツ殴ってこう。で、フィーナはシャキヤ。無知使いだよ。重なったか。氷系か。火がよく効くかな。うん、すごいすごい。この技ってもしかしてこっちも使えたりするのかな。なんかありえそうだった。懲らしめてあげるわ。シャキヤ。パスタでも家出てくる。うん、懲らしめてあげるわ。今日私ハヤシライス作ったんだけど、余ってた人参入れたら変なことになった。まあまずくはないけど、ハヤシライスに人参入ってるの斬新だなって。なんかもうシワシワになってたからさ。殴る。やっぱそうだよね、シャケの上だよね。うん、まだ誰も覚えてないよ。フィーナタンがきっと氷結の力よ。たまに食べなくなるんだよね、ハヤシライス。どっちかというとカレーの方が好きっちゃ好きなんだけど、辛いのが好きなので。うん、そう、牛肉と玉ねぎと、まあマッシュルームがあれば入れるかな。ゴーストさんいらっしゃい。お、結構減ってる。来てます来てます来てます。フィーナタンが間に合うか。間に合うね。みんなやばい。ラップンで、フィーナ、ミケロマン、マリック。来てます来てます、来まくりやがってます。関係ないけどマッシュルームカットが好きです。あ、可愛いよね。うんうん、私今すごい長い、背中の真ん中ぐらいまである。キリに行きたい。ノリックの方でしょうな。誰？あんまり回復しなかった。うん、もうやばいな。お、マイクちっちゃい？こんぐらい？こんぐらいかな。もう道具使っちゃおう。シャキーだちゅうか。フィーナも一応回復するか。OK でか。貴重なアイテムを使ってしまった。マジでシャキーだちゅう。他にないの？なんか強そうなのに。霧隠れしてもな。これで大丈夫よ。ノリックはバイクレーサー。
ろか小さい頃は親にカットしてもらっててマッシュルームだった。男の子もちっちゃい頃はするよねマッシュルームカット。ジャス、お、Vスラが回復してる。7だからか。さっきのはハンマーショット中だったし。あ、終わりましたちょっと体力のあるその辺の敵みたいな。レベルが上がってしまったな。これも迷子のおかげ。小原はね、髪の毛が薄いのです。すんごい柔らかいしこんばんは、いらっしゃい。回復したいな。ぼっちゃん狩りにされるよね。満タンだった。礼拝堂、うん、結構少ない。お、いた。やっぱちょっと違うね。これリエーテかな。アクセ落としてた。お客様をお迎えするのは本当に久しぶりですわ。ようこそアレントへ。リエーテはあなた方を歓迎します。ジャスティン嬉しそう。リエーテ、約束通り、約束通り俺ついにここまで来たんだ。さあ教えてくれ、エンジュールのすべてを。あら、どうやら多くの答えをお望みのようですわね。ではどうぞご自由にお調べ。何言ってるんだよ、忘れたのかよ。俺だよ、ジャスティンだよ。ん、あら、ジャスティンさんとおっしゃるのですか。はじめまして、私リエーテと。な、え、何よあれ。あ、リエーテがたくさんいっぱいいる。なるほど、こんな感じか。言霊ロゼさん、いらっしゃい。美人がいっぱい来ましたね。あのカゴに入ってるのは何だ。あ、靴、いらっしゃい。写メ撮っていいっすか、ドーリンさんに渡さなければいけないのです。一人ください。ぬるぬる見ていこう。ぬるぬる。このアレントにリエーテはたくさんおりますが、命あるリエーテはただ一人。永遠の静寂を生きねばならない彼女はこの地を町に似せようと私たちを作ったのです。しかし私たちは幻だから、こうして消えてしまうのです。一人ずつ話しかけたら消えていくのか。あら姉ちゃん、姉ちゃん、お茶でもどうだい。いいとこに連れてってやるぜベイビー。どうしたのリエテさん、しかもそんな表情のない顔で。うん、あら、私何か間違えてしまいました。地上流の挨拶のつもりでしたのに。演じようとしてるんだね。2つのメダルは互い、知恵のメダルはモゲ族を、そして知識のメダルはリエーテを。知恵の豊かなモゲ族は地上で商人を、知識の豊かなリエーテは天空で歴史の商人を務めています。失敗作かな。はい、お疲れ様でした。へい、そら茶でも一杯どうだい。ここには入れない。いっぱいいるね。本来精錬石は光翼人と共にある時のみその力を発揮するのです。光翼人に頼らず精霊石の力を引き出そうとした結果、それがガイアなのです。うん、光翼人に頼らず